にちは。こんにちは。今日なんですけども、今日はグレートワールドシティというショッピングモールに来ております。ゲストのまゆこちゃんでございます。こんにちは。私はですね、今16日間のサマークレンズっていうのに参加してるんですけども、その食事の3食朝昼晩のメニューとレシピを担当してるのがまゆこちゃんなんですけども、その内容っていうのがもうものすごい、なんていうの、めちゃくちゃ意識の高い内容になっていて、その意識の高いっていうのが、はい、オーガニックのものだったりとか素材を生かしたような調味料を使うっていうようなレシピなんだけども、私もなんか普段全然そんな感じで作ったことのな、いや、ないような、そんなことないでしょ。いやいやいや、いやいやいや、喋らしてくれ。すいません。まあ、どんな風なものを選んだらいいのかっていうのを今日まゆこちゃんに聞こうと思って買い物についてきてもらっております。これはもうめっちゃ綺麗になってからすごい久しぶりに来た。なんか明治屋がオープンした時に私来たんだけど、うんうん、それ以来ぐらい。いや、それは言い過ぎやな。未来行かないに行くからさ。はい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 、すごーこんな感じ、はい。そうだね、コードストレッチ。はい。に、はい、まずは行きたいと思います。はーい。何買います？なんか、うん、もうこういうのとかね。うんうんうん。楽だから。買っちゃいがち。買っちゃいがちですよ。うん。サラダとかはね。サラダね。なんか、サラダにトッピングする豆とかを買いたいんだけど、それはここじゃなくてもいいんだね。全然関係ないけどさ、最近さ、コールドストレッチ日本製のこれがすごい。いや、なんかさ、これいっぱい出てないですか。なんかこれが、こういうのがあるなと思って。こっちにもね。え、めっちゃ嘘これね。パンダ大好き、クッキーわかめ大好きやね。結構こういうのなんか、例えば、あっち側はノンオーガニックじゃないですか。そうだね。ここはオーガニックじゃないですか。うんうん、でも全部オーガニックにするって結構高いから、無理な時あるじゃないですか、うん。でもローカルのオーガニックブランド、全金、全金、わかんない。ローカルのオーガニックブランドは、割とやっぱ安いよね。安いし、でマレーシアとかタイとかだから、そこから来てるから、なるほど。鮮度も落ちてないし。これ何？これトムヤンセットですね。すごい。ズッキーニ。ズッキーニのさ、サラダしたいんだ。はい。あったよね、レシピ。そうそうそう、ね、ピーラーでパー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 って剥いちゃって、うんうんうん、そう、だったらいいので。パクチーね。あ、パクチーここ安いよね。ない。今見たら。あ、本当。あ、あるある。コリアンダー。コリアンダー。これ買おう。コリアンダー。買います。綺麗？綺麗ですよ、これ。本当？あ、綺麗だね。普通のやつより綺麗かもしれない。顔、うんね、さ、ジュースに入れたい、うん。そうそう、毎朝ね、スムージー飲んでるよ。あ、よかったです。なんか今ちょうど入ってきたばっかりのタイミングで、よかったですね。新しいの出してたもん。ほんとだね。あ、水よくね、豆腐買うんで。豆腐ね。すごい、豆腐ヌードルとか出てるんだ。ほんとだ。こんなのあるよ。低糖質。これ高い。すごい。これ、まあまあ高いね。まあ値段はね。うん、500円ってことだよね、うん、今。あとこれもよく買います。え、キムチ、キムチ、あげるのに。あ、そうか、作ってくれるから。これでもこれもすごいいいですよ、うん、あ、ビーガンキムチか。ビーガンキムチ、あ、で、ほんと原材料超少ないんですよ。キムチはでもそうかもね。うん、なるほど。だから、うんうんうん、シンプル。これここもそんなに価格高くないし、ここで買っちゃうこと多いですね。なるほど。あとサイレムハスクとか。あ、それが何か知りたかった。大箱、うんうんうん、ですね。これは何に使うの。で、これはとろみを出したりとか、 粘り気を出すに使うんですけど。片栗粉代わり。片栗粉代わりっていうよりはくず粉っぽい感じ。あー、そうなんや。くず餅作ってたね。くず餅みたいな。水溶性と不溶性の食物繊維と同じ働きをしてくれるので、これ一つで、バランスが取れてるので、うんちが出にくい人には。そのくず餅以外のレシピを知りたい。あー、くず餅しか載せてないな、うん、あれも作れる。大福、大福とか。スイーツ以外ない。あ、あとはもうスープに入れちゃうとか。入れちゃって、うん、ああ、いいかもしれない。スープに少し入れて、とろみつける感じ、うんうん。あ、買います。はい。で、あと、あ、代替のミルクも。あ、言ってたね、質問で。そうそう。言ってたんで、せっかくなんですよ、私ね。うん、全部買って飲み比べたの。すごい。それこそ、ええー。
ちはオートミルクがやっぱ飲みやすいねっていう風になって、なんだっけ、もう本当自分でコーヒーとかたまに飲む時とかに入れるの、お茶に入れたりとか、あれでしょ、オートミールみたいな、あ、そうそうそう、ね、れふやかしてたよね、はい、ここはお肉屋さん、お肉屋さん、まあ、お肉がメインのライオン、うん、へえ、うまそう、美味しそう、お肉食べたい、肉好きにはたまらない、うん、これ、うん、これがオーガニックのペーストを、うん、え、これ買うわ、はい、トムヤム作らない、買ってみてください、うん、作ってみ、あの、のしとこう、ぜひ、すごい、こういうのもいいね、デイツとか、あ、デイツ、うんうんうん、ゴジベリーとか、はいはいはい、なんかもう入れちゃって、うんうん、ティーにしちゃったりとか、お湯に入れちゃってティーにしちゃう。ふうおうしばがいる。あ、これめちゃくちゃいいらしいよ、肌に。そうなんだ。あの、陽気比、うんうん、がよくなんか飲んでた。スープに入れて。もういいし、あの、甘くしてさ、デザートにしてもいいんじゃない？うんうん、そうですよね、うん。なんかやっぱこういうのとかは、ローハニー。あとローハニーとか。ムスタファにめちゃくちゃ種類が、オーガニックがあって、しかも安いんだよね。私本当こう、うん、出向かないから、あ、そうかそうか、私は電車で一本に行く、じゃあ、ちょっとやっぱり私が出向かないと思う、ツアーでついつい、うん、身近な近所の店に済ませちゃう、じゃあ今度は、はい、ではスクープ、量り売りの、オーストラリアのお店にやってまいりました。私は本当にスクープめちゃくちゃ重宝してる。いつも何買うんですか？ね、豆とか、うん、これを取って、あ、ピーナッツもさ、これいいよね。私これで作ったことなくて、うんうん、私もない。でも売ってるやつが、私ね、結構さ、ここ好きなんだけど、うん、なぜちょっとめんどくさいっていうね。そう、自分でやったっけね。あ、これのレシピだったっけ、はいはい、これな、よし、これ何番、207、行きましょうか、行きますよ、この辺、はい、209だよ、間違えた。全然違うことするところだった、うん、これいつも思うんですけど、こうやってここに書くと、こうやってやるから見えなくならないのかなっていつも思って、おうおう、だから私いつも書くとき、もうこっち側にこうやって書くんですけど、うん、みんなどうしてるんだろう。優しいね、お店の人の立場を考えるのね。思いませんか。え、私はね、あの、ヤギ座だからそんなアレンジできない。もうここ、そう、ここって言ったらもうここ。え、なんかここのスクープ、なんかタングリーンモールより広いね、うん、私はあれも欲しい。あ、ピーカンナッツ。ピーカンナッツ、これですね。そう、このピーカンナッツは、はい、手でさ、砕けるじゃん、バキバキって。なんかトッピングするのにさ、楽なんだよね、はい、じゃあここでポイントは、うん、ローです。ローね、はい、浸水しないとダメなんだね。酵素抑制物質があるから、そのまま使ってた。あの、一回浸水させて、うん、なんか、あの、使われたらいいと思います。はい、すごくないですか、これね、もらったら嬉しい、うん、嬉しいです。あ、なんか健康的な人からさ、うん、こういう、その人が、なんだろう、チョイスしたやつをもらうと嬉しいから。あと、あれ石鹸が欲しいんです、私、うん、これはシャンプーが、髪洗う、シャンプー、コンディショナーもあるやん、ね、すごいね、うん、いいですね、ナチュラル、うん、はい、ということでお買い物終わりました。ね、もうめっちゃいろんなことを聞けたので参考になりました、ありがとう。で、あの、この16日間のプログラムっていうのは、腸活やったりとか、腸もみがあったりとか、ナシオちゃんのダンスがあったりとか、
で、まゆこちゃんのヨガがあったりとかして、毎朝30分。これってまたあんのかな。まだあんの。またあんの。またやると思います。はい。次は。次はウィンター。ウィンター。っていうのをされているそうなんで、はい、まあ、もし興味があったら、ぜひあの、うん、お待ちしてます。私もまたインスタとかでシェアするので見てください。ではでは、今日はすっごい素敵なあの買い物動画でした。はい、また面白いなと思ったらいいねお願いいたします。またね、ムスタファツアー行こうね。行きたい、めっちゃ行きたい。はい、じゃあね、バイバイ。